こんにちは、サトバンです、今回はですね、パーキンソン病になってですね、不便なこと、日常生活はそこそこ震える以外はできるんですけども、震えるためにですね、できないことがあります。そのまず第一がですね、床屋さんです。床屋さんでじっとしてると体が震えてきてですね、カミソリやですね、バリカン、ハサミなどですね、危ないということでございますので、床屋ができないんです。はい、床屋さんに行けません。私は自宅でやっております。坊主ですけどもね、虎狩り状態で、やっていただいてます。二つ目はですね、歯医者さん。歯医者さん行けないんですね。ベッドの上でですね、寝てますとですね、揺れが増幅してきて非常に危険な状態になりますので、歯医者さんは行けません。はい、言い出すとキリがないんですけども、近年中にはですね、なんとかですね、治療に目処がつく希望が見えております。はい、その日をですね、楽しみに待ちながら、病気とですね、対峙していきたいなと思っております。はい、クラウドファンディングもですね、今一つなので、これ以降ですね、皆様方のですね、熱い熱いご支援お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。動画を見てくれてありがとうございます。登録よろしくお願いします。